ひろみさんがこれまでに食べてこられた中で、お茶に合うテイクアウトグルメって何かありますか？チェネッタバルバさんっていうお店が本当に街の中にポッとある気軽に行けるんですけど、ローマ料理っていうロメインレタスのローストと、レタスだけですか？そうなんですよ、これロメインレタスのチーズがけのローストなんですよ。ザクザクと食べ応えがあって、あとはサルシッチャ、ボリューム、はい、大きいですよね。ジューシーでパスタも持ち帰ることできますし、で私はダージェリン、炭酸水の中に入れとくんですよ。黙って出したらシャンパンかなって思うぐらい香りが高くて、合わせていただくとお食事にもあっておすすめです。次はこれ木下っていうお店なんですけど、レーズンバターサンドがどうしても食べたくて、で自分が食べたいって思うのを取り寄せた時期があるんですよ。本当に私の中ではベストオブレーズンバターサンド。めっちゃ好きです。挟んでるのはクッキーっぽい感じ、クッキーっぽい感じです。硬すぎず柔らかすぎず、クリームのしっかり厚みがあるんですけど、すっきりするんですよ。個人的にはミルクティーが相性が良くって、逆な感じが、ね、そうなんですよ。だから違うでって言いたくなるっていうか軽めでもいいのでミルクティーにしてもらえると、口の中ではクリーミーに溶けてくれるので。最後こちらビストロトレアドールさんといって、京田辺にあるフレンチのお店なんですね、はい、お家で本格的なちゃんとフレンチのシェフが作った牛フィレ肉のボックスになってくるんですけど、どれも凝ったお料理で、これ子供のやつなんですけど、エビフライを追加できたりとか、本当にお子さんがいる方はぜひ一度このボリュームを満喫してもらえたら。私はルイボスティーを合わせることが多くて、ノンカフェインなので、お夜間で沸かすと多分ティースプーン1杯ぐらいで1リットルぐらい作れるので、ピッチャーか何かに入れてこう自分で飲みたいだけ飲んでもらうとか、普段の麦茶代わりに。そうですね、まさに夏は本当におすすめですね。